シンプソンビルはアメリカ合衆国サウスカロライナ州北西部のグリーンビル群に位置する都市である。グリーンビルモールディン・イーズリー大都市圏に属している。2010年国勢調査での人口は18,238人だった。2012年の推計では19,056人となっている。モールディンとファウンテンインの線に沿ったゴールデンストリップに属しており、この地域には パラケム、ケメト、シールドエアー、ミリケがあるなど、産業の多様さのゆえに、失業率が低いことで知られている。市内には、ヒルクレスト高校がある。また2008年には、リトルリーグソフトボール世界選手権が開催された。シンプソンビル市内にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定される、建造物として、バーデッドビルディング、キュアトンハフテー、ホップキンス農園。 シンプソンビルバプテスト協会がある。シンプソンビル市は、北緯34度44分0秒整形、82度15分36秒、北緯3 4 7 3 3 3三度整形、8 2 2 6 0 0零度、34.7333マイナス8 2 2 6零0 0に位置している。標高は860フィートである。サウスカロライナ州道14号線と、 週刊高速道路385号線に沿って、モールディン市とファウンテンイン市の間に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.8平方マイルであり、すべて陸地である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。シンプソンビルは中流階級の過程に大きく訴える特徴がある。犯罪統計では、 全国平均より高いが、全米の主要都市と比較すればかなり小さい。2010年の暴力犯罪件数は年通算82件だった。2006年の暴力犯罪の統計では、殺人がゼロであり、合姦は、全国平均が人口10万人に対して33件であるのに、対し、シンプソンビルでは39件とやや高かった。 過重暴行では全国平均より75%高かった。2007年、個人犯罪率は住民1000人に対して6件であり、全国平均の1.3件より高かった。2007年9月、FBI はサウスカロライナ州の暴力犯罪率が全国でも最高であると報告したが、シンプソンビルについては何も触れられなかった。 自動車泥棒の犯罪率は全国平均より低く、シンプソンビルの犯罪率が高いとする根拠のない主張が否定された。シンプソンビルは市長と市政委員会が統治しており、さらにいくつかの理事会や評議会がある。市政委員会は6人の委員と市長で構成されている。委員は市内の6つの小選挙区から選ばれている。 任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選される。ありがとうございます。